三菱 UFJ 信託銀行、ここもなんか一回だけ来たことあるんだよな。何しに来たんだったっけかな。やっぱ相変わらずマスク人口は多いね。ほぼ100%じゃない？マスク人口。マスクをしていない人なんてほとんどいないもんね。まあ、そりゃ歩くときには手を振らないと効果がね、ほぼ半減すると。手をよく振って肩甲骨を、動かすと。肩甲骨を動かさないといけない。猫の尻尾。まあ、今僕はね、マウスシールド、口のカバー、マウスシールドをつけてね、そこにまあピンマイクをつけて、喋りながら、歩いてるんだけども、そのマウスシールドとかフェイスシールドとか、そういうのももう今見なくなったね。もうみんなマスクだね。もうマスクでなきゃ許されないみたいな世界だよね。外で一人で歩いててもマスクしてるんだもんね。だからマスクの、なんていうのかな、マスクをする意味っていうのが、もう完全に人目だよね。人目を気にしてマスクをするみたいな。要するに予防には、マスクは予防効果はないっていうふうにも言われてるのに、マスクをすると。さあ、3ポイント当たらんかな。ペイペイって書いてあることはソフトバンクか。1ポイント、1ポイント、ああ、ここも1ポイント。これで基本的に駅周りは終わり。あとは原木とかね、カモエとかなんで、まあ自転車だね、行くとしたら。といったところで、楽天チェックポイントの旅は終わりにして、駅のインフォメーションセンターにチラシを置きに行くと。これはね、カットを分けて別カットにしようかと思うんでね。こういう、これ多分みんな公共 Wi-Fi で飛ばしてるのかな。それともテザリングとかそういうふうに自分の携帯電波で使ってんのかな。どうなんでしょうね。あ、そうだ、杏林堂お買い物があったんだ。杏林堂お買い物行っちゃおう、先に。買い物をして、それから
最後に浜松市観光インフォメーションセンター、みんなマスクだもんね。あ、そうだ、パン、お勤め品パンあるかな。きなこドーナツ、パンプキンパイ、コッペパン関係は2割がないね。アンパン88円、ごま、お札、これ食べたことないね。これ引こうか、ごまお札。2割、くるみチーズ、口どけチョコ、ふんわり明太、これ食べたよな。いいか、こんなもんで。どうしようかな。家帰って食うかな。あ、柿ピー。柿ピよし。いや、いらないです。楽天ペイ、はい、はい、どうも。656円。というところでね、今日のお勤め終わり。あ、駅のインフォメーションセンターはね、これからだけど。今何時なんだ？時計見るの忘れたな。11時36分。まあ家帰ってちょうどお昼だな。
浜橋観光インフォメーションセンター。ここで一回カットアウト。